どうも、ズーモです。今回なんですけども、新しくね、ドローが来たので、ね、こちらを、ご紹介していきたいと思います。で、これね、なんと半額で引くことができるんですね。なんか前のイベントとか投票のやつみたいなのあったと思うんですけど、まあ、あれでこれが半額で引けますよっていう風になって、こちら、全部半額で引くことができますので、かなりお得になっているので、まあ、欲しいっていう方はね、ぜひ引いてみたらいいんじゃないかなと思います。で、今回僕が狙ってるのは、スキンっていうか、キャラクターですね。結構このスキンもビジュアルが良くって、このケストレルに負けないぐらいのビジュアルの良さだったのでね、今回はね、こちらをゲットしようと思って引いていってるところであります。で、結構ね、今回モチーフがカラスみたいな感じで、まあ、若干その漆黒さみたいなのあるなと思ったので、まあなんかそこの部分もね、いいなと思いつつ迷ったんですけど、まあ結局ね、まあどうせなら半額らしいと思って、ちょっと全部引いちゃおうということで、ね、ケーヌが出るまで。引いてる様子になります。実はね、これ、スキンはね、神引きするんですよね。うん。結構このスキンが、多分人気っていうか、割と、なんだろう、リークの時でも、なんか、このキャラいいみたいな感じで言われてたと思うんですけども、まあ、このキャラ自体もね、結構その漆黒さみたいなのがあるので、まあ、これはありだな、みたいな感じで思ってます。ってことでね、ここで神引きするんですよね。まさかの。これは何ちゃんだ？新しいキャラかな？ね、かっこかわいいみたいな感じですよね。ということで、まあ、続けて引いていきましょう。まあ、ここでもうこのスキンが出たらね、もうほぼ全引きだろうという感じなんですけど、まあ僕、ケーヌのスキンとか持ってなかったんで、まあ、ちょうどよかったなっていう感じも、ありますね。最近のなんか、ガチャの、なんていうかな、スキンの、女性スキンのなんかビジュアルなんかいいっすよね。はい、これでね、CP 足りなかったんで追加して、これを引いていくと、まあ結局全引きだったんですけども、まあこれ全部半額で引けるのでね、いつもの半分の CP で引くことができます。ということで、今回こちらを使って遊んでいきます。で、今回ソロスク回ってます。まあでもソロスクこれ一発撮りで、なんか意外とキル数も取れてみたいな感じだったので、まあ良かったなっていう。どうせまあ今回2パーぐらい被ってますね。2パー被ってるね。一人こう被ってしまって、ここね、僕がたまたまジャックテール変えるとったんですけど、こうめっちゃ頑張ってしまう。危ない。初手するとこあったな。ちょっとね、まあ、初手の立ち回りも含め、ちょっとね、解説しながらやっていこうかなと思います。とりあえずね、こっちが漁っていきの、で最初降りた段階でね、ガソスタら辺に降りてるのが見えたので、まあそこら辺は警戒しながら、ちょっとね、回復とかプッシュがないので、そこを漁っていこうっていう感じですね。で、ジャックテレブね、金狼持ってたからありかなと思ったんですけども、まあちょっと、厳しくなるかなと思って、おっと、ここで敵がいるね。ディールがあったんで、ここね、ディールを取っていくんですけど、ここで HP がないんですが、詰めてくるのを警戒しつつ、ここにアーマーあったので、ね、これアーマー欲しいということで持っていきますと。で、奥でやり合ってますね。で、この右奥とかにいそうなので、ここを行くのはちょっとこの HP で戦うのは危険なので、行かずに、こっち側ね、後ろの方下がって、漁っていきます。ね、ちょっとあそこ気にしながらね、いるな、あそこ。一発さあ、ここ落としていく。で、これ詰めていきたいところなんですけども、味方もカバー来るだろうしっていうのと、まあ、HP がないからね、その詰めてもやられるだろうということで、なかなか詰めれない状況ですね。とりあえずまず回復優先していこうかな。で、来てるね、蘇生の人。ラベランも行ってたな。ラベランがちょっと厄介かな。で、アーマーも巻ききれてないっていうのもあるし、被弾したら結構きついんですけど、あ、これ上取られてるね。上取られてるので、ここは無理していきません。ね、落とした敵をね、各入りに行きたいところですけど、ここはね、我慢して、別のところ漁っていきます。ここでね、アーマーも手に入れることができたし、まあ相手が今やり合ってんでね、パーティー同士が。やり合ってるので、まあそこは魚触れたらいいなって感じですかね。ここでヘッシュを抜ければいいんだけどなぁ。あ、これ、弾切れになっちゃった。見れないので、ここはもう甘々巻いて、ちょっと、戦闘に備えましょう。で、もう一個のこの微妙なアーマーあるじゃないですか。僕、これ、今は巻かない派ですね。1枚しか持ってないから。まあ、場合によっては巻いた方がいいんですけどね。巻かないでおこうっていう感じですね。まあ、これ、角間が取ったんで、角間がつけて。あ、その上にいたのね、あの上の敵はちょっと嫌だな。あの人をちょっと落としたいけど、見えないね。見えないし、ちょっと物資もね、ないので、ここはちょっと水側の方を漁って、整えたいですね。あ、いるね。私だ。これで場所バレちゃいましたね。
これね、打ったとき、あ、ここでケールだ。ケールを使っていきます。このね、SR でも何でも、打ったときにね、自分の位置がバレるっていうことはもう想定しなきゃいけなくって、で、まあ、その時に敵が詰めてくるだろうな、みたいな、そういうこともね、考えながらいかないといけないですね。で、キレログで流れたのが今、ワンパ終わったっぽいので、別のパーティーがワンパ潰されたっぽいので、もうあとは相手は僕を狙ってくるだろうという予想も立てられますと。で、今、相手が打ってきてる、こうやって打ってきてるし、これは詰めてくるだろうということで、ここはね、渋った回復を1枚使います。ここ1枚落として、回復入れていく。で、これ警戒しなきゃいけないのが、その2枚目のカバーですね。で、左から目撃したので、ここは一旦右側に寄りの場所を見ると、上いるね。1枚倒して、もう1枚来てるね。これはでも回復もないので、ここは撃つ瞬間をリワインドで、エイムを外して、3立てと。そういった立ち回りでしたね。場合によってはね、回復巻かずにこう勝負するときはあると思うんですけど、今みたいになんか車線を外して打っちゃったら意外と勝てたりとかしたりするので、なんで例えばまあ今はリワインド使ったんですけど、もしリワインドがなかったら、その出てくる瞬間に横スラとかして打っちゃうとか、ちょっと相手の一瞬エイムを外すみたいな意識をすると、まあ、意外とアーマーなくても被弾ゼロとかで勝ったりすることがあったりするので、まあ、そういうのを意識したりはしてます。さあ、ここはあさって。これ、初手終わりかな。なんとかギリギリ制圧することができましたね。こう下にいるね。ちょっとここから若干ボットキルになるかな。で、K 年のいいところって、意外と、あれなんですよ。腰打ちが強いっていうのがあります。なんで、結構 SR の友としていいなっていうふうに、個人的に思ってる。で、距離減衰も2段階しかなくって、29ダメと24ダメやったかな。まあ、そんなに悪くないっていうね、のもあるので、なんか意外と中距離も使えたりするので、SR のお友達として結構いいんじゃないかなって個人的に思ってます。もう使えるなっていう感じで。うん。で、今回カスタム組んでるのも、SR のお友達として使えるような感じのカスタムにしてます。車止まったね。たまにスキャンしようとしてるね。で、そのタイミングを見て、これ乗るでしょ、これ。多分今スキャンし終わって乗るタイミングなので、ここは狙って落としていくと。おお、当たんない。こういう時に弾切れになると、後ろの銃声気になったんですけど、あれ、投げてる。ちょっとその後ろの銃声のところをね、見に行きましょう。まあ、これもボットっすね。で、音の銃声の音が結構太いというか、重たい感じがして結構個人的には好きですけどね。元からこんなんだったっけ？違うですよね。さあ、もう倒して。さあ、パケが来たので、パケを取りに行きましょう。で、今回の、カスタムは SR の友としてのカスタムなので、まあ、中距離と近距離蹴るような感じのカスタムにしてます。ここで車降りてきて、しかもハンドガンでこの勝負してきたんで、これはもうやります。キレエフェクトもかっこいい。ホバーが来た。アイアンサイドもね、全然見やすいですね。変なものがないっていうかね。ということでカスタム紹介します。カスタムはこちらですね。まあ、至って普通というかね、中距離と近距離っていうか、腰打ちに振ってるような感じです。なんでどっちもいけるよ、みたいな感じのカスタムにしてます。47ほどの遠距離は抜けないんですけども、近中距離だったら全然対応できるので、まあ全然強いと思います、個人的には。ありかな。まあ連射速度が若干遅いっていうのは気になるところはあるんですけども、まあ M4 みたいな感じで使えるのかな。なんなら M4 よりかも使いやすいかもしれない。反動にもよるけど。M4 の方が若干あれなのか、連射速度が速いのか、キル速的にはねどうなんだろうって感じだけど、全然 KN でも使えるっていうか、強いですね。割と SR の友達いけるんだなっていうのが個人的な感想でしたね。もうしばらくあれを使おうかなと思ってます。で、今これは、ヘリの人数の確認とホバーからの避けるっていうので、まあ、情報を取りに行ってる感じですかね。ここピンクパケ来てるので、まあ、ここに集まってくるっていうか、そこ降りた瞬間とか狙いたいなと思いつつも、このプレイヤーっぽいな。で、これ合計3台と。降りたらホバーに引かれるし、降りれないんですよね。なんでホバーを一番今警戒したくって、ホバーはちょっと若干狙いに行きたい。あわよくばヘリ落としたいっていう気持ちですかね。なんでそれぞれの動きを今警戒しつつ見てる感じです。で、特にホバーはね、気をつけたいので、ホバーをね、狙いに行きたいところ。で、ヘリもなんか特に目的なく飛んでるっぽいので、ピンクパケに来る様子もないので、まあ一旦無視でいいかなっていう感じですね。なので、ホバーの方をね、ちょっと見に行きます。で、ホバーがね、今降りた感じっていうか、こっち行ったね。あっちに行ってて、これ降りたんで、ここはもう一気に詰めに行きます。もう倒していく。ついでにキルパクもしとく。K
キレフェクトがかっこいいね、これ。で、ホバー乗られると嫌なので、ここはもう、破壊しておきます。で、今回使ってるカスタムのおすすめモッドは、腰打ち、拡張、縦半もしくは横半ですね。横半気になる方は横半つけてください。縦半じゃなくて。で、カスタムだったら35メートルぐらいまで29ダメ入るので、まあ、それ分には申し分もないかなと思うので、照射手は別になくてもいいかなって感じですね、個人的には。なんでね、近中距離戦えるようなイメージでつけてます。横半、10発以降ぐらいから横半ちょっと気になるかなって感じなので、苦手な人は横ハンドつけてください。縦ハンドじゃなくて。縦ハンドは気配で押さえてください。あ、こう戦車がいるので、戦車をクラスターで破壊しに行きますと。これだね。あれはボットかな。この距離からの意外とね、集団率もいいっていうかね、全然使えるよね。割と本当に近中距離いけるイメージっていうか、なんか初手でもね、意外と強かったりするなと思ってるんですよ、個人的には。そんなに弱い武器だと思ってない。この倒して腰打ちの精度見ていきましょう。腰打ちもね、結構当たる。意外と良くないですか、この集団性。で、中距離もこれぐらいで撃てると。なんで本当に SR の音としては結構優秀な武器なんじゃないかなと思います。そこも倒して、さあ残りプレイヤーかな。あ、これの当て感ですね。あ、結構いい。まあ安定してダメージ当たれるっていうのがいいところですね、これは。残り1枚。まあ今回ね、この KN ね、正直めっちゃ使うかって言ったら分かんないけども、まあこの漆黒っぽいからね、勝ったみたいなのもあります。あと半額だったからね、うん、それは持ってていいかな、みたいな、持ってなかったんでね。そんな感じで今回勝ったって感じですね。さあラスト1枚。どこだ？なんでまあ、もし SR とか使う人いて、こういうの好きだったら全然買うのありだと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ぜひね、チャンネル登録と高評価とコメントね、お待ちしておりますんでね、どしどし、チェックください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。